皆さんお祈りしたことがあるでしょうか。イエス様にお祈りすること、イエス様と呼びかけることは誰でもいつでもどこにいてもできることです。どうぞこれを聞いていてくださるあなたもイエス様と呼びかけてください。イエス様に呼びかけるとき応答が来ます。どうして人間ってお祈りするんでしょうね。あ、神様ってつい出ちゃうのはどうしてなんでしょう。これは本能なんですよね、人間の。一時期日光猿軍団というのが有名になって、反省という言葉がすごく流行ったことがありますけれども、あれは猿が反省しているのではなく、反省する格好を人間が教えたからやったことですよね。人間だけなんですよお祈りするのは。それは実は神様から来ているんだって聖書は教えてくれるんです。神様はお祈りする神様なんですよ。不思議だと思いませんか。神様の子供であるイエス様があなたのために私のためにお祈りしているんだと聖書は驚くばかりの言葉を言っているんです。